たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルストリケラトプスの卵を守れ。いや、すまないね。またおっかな目に遭うんだろうな。本部よりボンフリー号へ。目的地はここマクドネル山脈のこの位置。金庫を探していた老人が恐竜を目撃したという報告がありました。目撃したのはトリケラトプスだと思われます。位置はマクドネル山脈南部グリーンヘッド山の西側の麓だと言っています。了解。トリケラトプスは角竜の仲間で、体長約10メートル、体重約10トン、頭に3本の角があり、三角竜とも言われています。草食性ですが、敵に会うと頭の角で戦います。いろんな奴がいるもんだな。サイの化け物じゃないか。ああ、嫌でござるす。兄さん、ご機嫌だな。恐竜のことを話して小遣いをもらったんだろう。どうだ、もっと金を欲しくないか。はあ、恐竜を見たところへ案内してくれればもっとやるな。めっそうな、もう二度と行きたくねえだ。いいとも。恐竜を見つけたらだ。
問い合わせの人物が判明しました。この人物はキングバトラー。莫大な財産を持つ動物収集家。動物の剥製を手に入れるためには手段を選びません。現在は恐竜の首の剥製を手に入れようとしています。厳重な警戒を要す。収集家って物を集めて喜んでるやつさ。恐竜の首を集めるなんて変なやつだ。やつらの手にかかる前に保護するんだ。の地震観測班の報告によれば、グリーンヘッド付近は地殻変動の動きを始めています。注意してください。みんな、あそこに見えるのがグリーンヘッドだ。西側の麓っていうだけじゃ雲つかむような話だな。なあゴンさん、こんなに苦労してまで生け捕りにしなきゃならないのかね。死んじゃうんだよ、ほっとくと。そりゃわかるけどさ、仕事なんだよ俺たちの。ちょいでペシャンコだったぜ。俺もう嫌だよ、やっぱり来るんじゃなかったよ。あ、こちらボンフリ、山頂から煙が吹き出しています。何、煙？水蒸気です。その辺りはジャワスマトラの火山帯からは遠く離れているんだぞ。間違いありません、火山活動の前触れです。信じられんが、あり得ぬことではない。十分注意しましょう。ゴンさん、発進。今度は火山爆発かい？これ、あれがグリーンヘッドでさ。ゴンフリーの先回りだ。こっちは道案内がいるんだ、楽勝ですよ。胸が躍る。角が3本あるトリケラトプスだ。その首を剥製にしてわしの博物館に飾るのだ。礼金は頼みますよ。分かってる、急げ。イエスサー。動物がいたよ。なんとはないよ。そのじいさん、夢でも見たんじゃねえか。よし、もう少し上を捜索してみよう。あれがこの岩だ。そこを少し登って。おい、地震だ。ボス、どうします？地震ぐらいなんと恐竜の首を手に入れるんだ。
この辺りだ。岩の割れ目があるはずだ。ああ、あれです。あの穴から出てきたんだ。で何してたんだい？怪我してるみたいだよ。おい、しっかりしろ。この上におっかねえ恐竜が悪党どもが殺そうとしてる。後だ。また来やがったな。人に命を助けてもらったくせに。やめろ。バトラー、我々が君たちの命を救ったのを忘れたのか。へえ、人間が人間を助けるのは当然の義務だ。撃つな、バトラー。邪魔するな。わしは恐竜の首が欲しいんだ。あの野郎、ひどいわ。前にも警告したはずだ。この動物を殺してはいけない。わしも言ったぞ。そんな奴らの命令など聞かんとな。我々の任務はどんなことがあっても保護動物を守ることだ。任務を遂行する。撃て。体当たりだ。どかんとこっちにも考えがあるぞ。もう一度言う。どけ。くどいぞ。よし、こうなったら見ろ。いいか、これは爆弾だ。危ねえ。Thank you.
どうして穴から出てこないんだ。あ、卵だ。よし、ゴッサン、やつをおびき出してくれ。俺はその間に卵を外へ持ち出す。平気だ。
してないわ。ごめんなさい、こうするしかなかったの。ねえんだがね、こんなおっかねえやつをなんで助けるだね。いや、恐竜だって生き物だからさ。卵を返すなんて、マサオには無理だよ。僕できるよ。専門の学者に任せるのよ。そして帰ったら親のそばに置いてあげなきゃ。だってあんなに必死になって守っていたじゃない、ね、そうか、これ取っちゃったら親が怒っちゃうな。はい、ジョージとお前に借りができたな。何言ってんだい。しかしいい気持ちだね、一仕事終わった後ってな。ああ、恐竜ちゃんもまんざらじゃねえぜ。現地に急行したボーンフリー号の目的は異常流気地帯の調査と恐竜の捜索であったが、前方に広がる地割れに行く手を阻まれてしまった。一方、トラコドンの首を手に入れようと必死で付け狙うキングバトラー一味、ボーンフリー隊の活躍はいかに。次週、トラコドンの涙をお楽しみに。